荒木先生、お願いいたします。荒木と言います。今日は貴重なお話をありがとうございました。僕は大阪体育大学に勤めておりまして、この3月に日本福祉大学を定年退職いたしました。ありがとうございます。で、まあ、先生のお話、貴重なお話をたくさん聞かせていただいても、そうだなと思って、同感な部分もたくさんあったんですけど、一つだけ、お伺いしたいことがあって、先生は、選手の余裕っていうのはすごく重要だということをおっしゃってた、初めの方におっしゃってたんですけど、選手も当然そういうふうないろんなところにこう目を向けて余裕を持って試合なり、練習をとか稽古なりしなきゃいけないんじゃないかなと思ってはいるんですけど、指導者の方の余裕っていうのはどういうふうに先生、これまで、先生、指導されてきて、気をつけていたとことか、そういうことがあったら教えていただきたいと思います。端的には言えませんけど、やっぱ負けを想定するっていうんですかね。ああ。負けるときにはこういう形で負けるんだなというのを想定してアドバイスは、していたと思います。そして負けることが多いから、やっぱ負けた後のこともやっぱし試合前に考えてましたよね。というのは、半分は負けるわけですから、その次の試合に役立つように、あるいは、次の生活に役立つように、次の練習に役立つようにというようなことを考えて、やっぱ試合場には送り出していってましたよね。そうすると、私の方も自然と余裕ができてくるんじゃないかと思います。ありがとうございます。はい。この大会が全てじゃないっていう、終わるわけじゃないと思います。他は皆様、あるでしょうか？よろしいでしょうか？あれ？また。はい。では、今回のアスリート勉強会は、ここで、にしようかと思います。本当にありがとうございました。先生方、本当にありがとうございました。長時間お聞きいただきました。すべてでは、ないんですけど、私がこれまで生きてきた中で、感じたことを自由に発言させていただきました。本当にありがとうございました。これからもよろしくお願いします。頑張ってください。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうごありがとうざいございましした。た。ありがとうございました。